17世紀のオランダの画家フェルメール、代表作の真珠の耳飾りの少女をはじめ、その作品は世界中で愛されています。フェルメールの全作品を集めたという信じられない展覧会が今ニューヨークで開かれています。ニューヨークノリータにあるギャラリー、ここで開催されているのが画家ヨハネス・フェルメールの作品を集めた展覧会、リ・クリエイト NYC。 フェルメール絵画の特徴は、主に室内の日常の一場面をテーマにした写真を思わせる光の描写、そして鮮やかなブルー。この展覧会を手掛けたのは生物学者の福岡伸一博士。フェルメール作品に魅せられ本も執筆している自称フェルメールオタクです。なぜこの展覧会を企画したのか教えてください。はい、私はですね、まあ、生物学者ではありますけれども、はい、顕微鏡が好き で顕微鏡の歴史を究明するうちにオランダのデルフトという町を知って、今度はフェルメールを知って、そしたらフェルメールは世界にたった37点しかないということに気がついて、私のオタク心に火がついてですねこの世界中を巡ってフェルメールを見て回ったんですよね。そしたら、この素晴らしいフェルメールを一堂に集めてきたらどんなに素晴らしいだろうというふうに思ったんです。でも本物のフェルメールは1枚100億円をくだらない世界のまあお宝ですから、そんなおいそれと一堂に持ってくることはできないし、門外不出の作品もたくさんあるわけです。それならばというふうに考えて作ったのがリクリエイト。リクリエイト、つまり再創造。ここに展示されているのはリクリエイトという手法で再現された本物と同じ大きさのレプリカなんです。リクリエイトとは、最新のデジタル技術を使い絵が描かれた当時の色と筆使いを再創造する手法です。まず原画のデジタル画像を解析し、それを原画と同じ麻のキャンバスに印刷します。額縁もオリジナルとほぼ同じという徹底ぶり。この展覧会は2012年に東京で初めて開かれ、その後日本全国を巡回。今回は初めての日本国外の開催となりました。多分あれが一番有名な作品。あ、そうですね、モナリザありますよね。モナリザよりもオランダはやや北にあるんで、北のモナリザなんて言われるようにもなって、有名な絵なんですね。そしてこれですね、この作品は、これはちょっと曰くある作品なんですが、はい、ボストンに、あった作品なんですね。盗難されてしまったんです。そして未だに行方不明ですから、これは私もその世界フェルメールの巡礼の旅をした時に、見ることができてない、作品なんですね。唯一のこの絵を見てください。これはフェルメールにしたらやや小ぶりの絵なんですが、はい、フェルメールが本当に描いたかどうかも議論がある絵なんですが、私はフェルメールが描いたと思うんです。それはなぜかというと、この彼女が着ている服装を見てください、はい、実はこの服は他のフェルメール作品にもあるんですよ。ということで福岡博士についていくと、同じで、この黄色もそうですね。これもね、だから2枚ぐらいあの予想引きがあった。これもそう、これでしょ。あとこれもそうだ、あともう一つは博士が、私たちこうやってね数歩でこれができますけど、この黄色いガウンが同じですよねって話は、本物だったらできないですよね。本物だったら世界中旅しなければ あの黄色いガウンは同じだなって話はできないってことですよね。だから本当にこう行きつ戻りつしながら、あ、これが一緒だとかね、いうふうな楽しみ方もできるのもこの、展覧会 の面白いところでございます。フェルメール本人がこの展覧会を見たらどう言うと思いますか？それは初めて受けた質問ですね。それは嬉しがるんじゃないですか。フェルメールは生前はそれほど認
認められた画家ではなかったんですね。食うにも困って、これだけ世界中の人がフェルメールファンになって、このようなフェルメール展がね行われ、しかも、私をはじめフェルメールオタクがいっぱいいてですね、深読みフェルメールをしてるわけですよね。こんな時代になってると思いもよらなかったと思うんで、フェルメールは嬉しいんじゃないかなと思います。先週行われたオープニングレセプション、オランダのフェルメールセンターの館長をはじめ多くの人が集まり、リクリエイトされたフェルメールの作品を楽しんでいました。 All 37 paintings of Meer are hanging recreated like he painted them just a few years ago, and I'm very fond to be here. The use of shadowing is gorgeous. I enjoy it. I haven't seen much yet, but from the very few things I've seen, it's beautiful. Recreate NYC は今月21日まで開催されています。